ですね、ポケモンホームがついに解禁されたようで、というわけで、ちょっといろいろ試しましょう。ただ、早速バグがちらほら報告されてるんで、正直ちょっと様子見した方がいいんじゃないかなってのはありますね。でですよ、今回ホームが解禁されたことによって、アルセウスやケンタテ過去作に送ったり引き出せたりもするようなので、それですごく気になったのがツイッターの情報でありまして、アルセウス専用の証があると、それが欲しい。でアルセウス専用の証は当然アルセウスに存在するポケモンにしかつきませんので、早速この子にアルセウス専用の証をつけていこうかなと。というわけで送っていこう。この技マシンみたいなマークはなんだ。あ、向こうじゃ覚えられない技とかかな。ポケモンの覚えられる技や特性はソフトによって異なるため、技 PP 特性はソフトごとに記憶し、ひたソフトに合わせないようになりますと。なるほどね。きたー、ことぶき村、懐かしい。なんだこの銀河団員は。はい、というわけで、アルセウスに帰ってきましたが、先ほど、SB から送ったポケモンと、あとは翡翠のポケモンたちの色違い、引っ張ってきました。で、この子らはそのまま送ったらワンチャンサイズ証を持ってる可能性があり、プラスここ写真屋、そのまま SV に送る前にまずはこの写真屋によって急に出現する椅子、めちゃめちゃ辛そう。これ俺多分2秒も持たないわ。おお、すごい指示できる。あ、いいね。あ、いいね、まさに銀河団って感じ。いいわ。で SV に送る前にまずは写真屋によって、でここで写真を撮る。でそうすることで SV に送った時にアルセウス専用の遠い昔の証みたいなものがつくっていうのがね、書いてあったので、ちょっとそれを試ししてみようかなと。ただ一体一体やるのだるいな、これ。集合写真撮れないもんね。そういえばさ、ここにいる人と一緒に写真も撮れたよな。おー、あ、自分のポケモン出ねえのか。お帰りください。どいてどいて、電ボクさん。邪魔だよ。はい。先ほど、アルセウスに送ったロトムですが、はい。この子はもともと証持ってなかったんですけど、じゃじゃーん。さっき、アルセウスで、このロトム一緒に記念撮影してきましたが、そうすることでこの翡翠リボンがつくみたいですね。アルセウスで記念撮影しないと手に入らないリボンなんで、アルセウスから送る前にまずは記念撮影、ちょっと一体一体やるのめんどくさいかもしれないけどしときましょうってことですね。そうすれば遠い昔のという二つ名がつきますので、あ、アルセウスから連れてきたんだなってのが一目でわかる。いいんじゃなかろうか。遠い昔のミライドン、意味がわからんな。ミライドンはでもアルセウスに送れねえからな。あくまでアルセウスに送れるポケモンだけ。